ナンジー林岡本と村上はメジャーで20本打つのも厳しい。これさすがに20本は余裕やろ。岡本はパワー的に厳しい。村上は打球速度は十分だが打率が2割打てるかどうかになりそう。日本人が MLB で40本打ってもスターになれないの確定してるのやばくね。聖夜435打数38本出塁率4割3分3厘村上500打数39本出塁率4割7厘岡本521打数39本出塁率3割4分1厘。タイトル争いとかシルバースラッガー賞取れって言ってるんじゃないぞ。たかが20本打つだけだぞ。成績残す前に聖夜みたいにチーム内で孤立しそう。日本人選手の課題って野球やる以前の問題やから。今永鈴木山本も成績当てられなかったやつらが村上の成績当てられますかね。飛ばないボール時代に40本50本打った岡本や村上が聖夜よりホームラン点とは正直思えんが、20本いけるだろ。ただ OPS で鈴木聖夜超えるのは無理くさいな。聖夜と吉田のアベレージでやっとあの打率やしな。村上は筋トレ頑張ればまだワンチャンあるけど全然体格変わらんな。松井の31本超えは無理やけど20本台ならポンポン出てくるやろ。これから村上は松井よりシーズンホームラン数も多いし、同じ高校から入ってきて年齢でのホームラン数も上。しかも松井は弾道が低くて中距離ヒッタータイプだから、その松井で30本打てるんだから村上なら40本打てる。どっちもホーム球場小さい中でのホームラン数やろ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。